ノンブチャンネル。はい、ノンブチャンネルです。よろしくお願いします。今日もカップラーメンのかさ増しシリーズということで、やっていきたいと思います。はい、本日のカップラーメンはこちらです。まるちゃん、緑のたぬき。そして今日トッピングするのがこちら、山菜ミックス。セブンイレブンで見つけました。はい、ということで、今日はお蕎麦にですね、山菜を入れて、山菜蕎麦を作って食べようということになります。ただですね、こちらの緑のたぬきなんですが、こちら内容がですね、105g になっております。それに対してこちらの山菜、内容量が 90g になっております。ほぼ倍の量になるので、結構な食べ応えになるんではないかなと思います。まあ、これをね、全部入れるかどうかって問題もあるんですが、今日はせっかくなんで全部入れていきます。はい、ということでこちらの方を作っていきたいと思います。ちょっとね、準備がありますので一回飛びたいと思います。ノンブチャンネル。はい、山菜の方は水を抜いてまいりました。こちらですね、今日はトッピングしていきたいと思います。それでは緑のたぬきですね、こちら作っていきたいと思います。こちらですね、中に、天ぷら入ってますんで、どうしようかなと思ったんですが、これもですね、せっかくなので入れていきたいと思います。ちょっとこちらね、スープの粉の方ですね、入れたんですが、今迷っておりますのが、後から山菜ミックスを乗せるか、最初から入れてしまうかっていうのを悩んでおります。最初から入れた方がちょっとお湯であったかくなるんじゃないかなと思いますので、投入していきたいと思います。なんだかもうすごいことになっておりますが、こちらにですね、今お湯まだ入ってない状態なんですが、こちらにお湯を入れていきたいと思います。そしてこちらですね、こちらもドスンと、あ、もう入りきらないんで、もうなんか無理やり、はい、無理やり入れました。もうこちらで、はい、作っていきたいと思います。お湯入りましたので3分後まで飛びます。ノッチャンネル。はい、ということで3分経ちましたので、早速ですね、いただいていきたいと思います。ご覧ください。超山盛りマックスなんですが、すごいですね、ちょっと入れすぎた感があります。いただきます。完食です。ごちそうさまでした。ノンブチャンネル。山菜の方なんですけれども、お湯を入れる前にですね、先に乗せといたのは正解だと思います。お湯をですね、入れて温まってる間に山菜も一緒に温かくなるので、非常に食べやすくなりました。そしてもともとですね、ついてきた天ぷらなんですけれども、あれもしかしたらちょっといらないかなというふうにも思いました。山菜入れるときは天ぷらはいらないなっていう感じです。カップラーメンでね、山菜そばっていうのも出ているんですけれども、私の住んでるこの地域では、コンビニとかスーパーですね、そちらではちょっと手に入らないもので、お店に行かないと食べれない山菜そばなんですけれども、こうやってね、おそばのカップラーメンに山菜ミックスを入れて食べるということで、手軽にですね、自宅で山菜そばを楽しむことができます。非常に手軽なんでね、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、今回は緑のたぬきに山菜ミックスを入れて山菜そばにして食べてみるという動画でした。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。